天気予報ですこちら和歌山市内ではこの時間また弱い雨がパラつき始めました明日の天気ですお天気ライオンちゃんてて、ねはい、明日は本降りの雨になります傘を忘れず出かけてくださいでは詳しくお伝えしていきます明日の予想天気図です梅雨前線は西日本付近に停滞する見込みです 前線に向かう湿った空気の流れ込みが明日は近畿地方のあたりでも少し強まる見込みで次第に本降りの雨へとなっていきそうですではその雨の予想です明日の朝6時から時間を進めます通勤通学の時間帯もしとしとと雨の降るところがありそうですそして午後にかけてまとまった雨雲が近畿地方の方に流れ込んできそうなんですね午後はだんだんと本降りの雨に変わっていきそうですでは明日の天気です 中部と南部を中心に、降ったり止んだりの雨が続くでしょう。北部、傘のマークはないんですけれども、所々でにわか雨がありそうです。明日は、折りたたみ傘よりも、しっかりとした大きい雨傘の方が良さそうです。明日の予想気温です。朝の最低気温は、今朝に比べると少し低いところが多くて、幾分過ごしやすくなりそうです。ただ、日中の最高気温。 こちらも今日に比べると低めのところが多いんですが、25度から30度くらい。湿気は多いですから、ジメジメとした体感は明日も続きそうです。週刊予報です。あさって金曜日から土曜日29日にかけては、広い範囲で雨足が強まって、警報級の大雨になる恐れがあります。土砂降りの雨となって、24時間雨量が、 百ミリ以上というところもありそうなんですね。土砂災害などの危険度が高まる恐れがあります。そして、来週の初め頃にかけてぐずついた天気なんですが、来週は晴れる日が多くなりまして、大阪も予想最高気温三十四度。 最低気温も25度を下回らない日が出てきて熱帯夜となっていきそうなんですね各地の最高気温をまとめて示しますとあさって金曜日は平年よりも低くなるんですが来週ご覧ください京都や奈良は35度くらいまで上がって猛暑日の恐れがあるんですねこの週末金曜土曜は大雨にそして来週は真夏のような暑さに十分注意するようにしてください では最後に洗濯情報です明日外干しすると洗濯物を濡らしてしまいそうです北部も部屋干しの方がおすすめです